さあ、5校一発第5レース発走です。まずは前取り誰から行くか、最外9番の横関か、あるいは3番の佐藤武史か。3番の佐藤が誘導員との距離を縮めていきまして、9番の横関は現在2番手、1番の西浦久也がその後ろを追っています。2番の林大吾4番手、その真後ろから7番の小野間選手位置を上げていきます。6番の山口智弘車を進めて中部ラインの3番手周りへと位置上げていきました。5番の吹沢幸太郎は今日は芝流車との連携、正攻法のポジションまで車を進めそうです。2番の林の後ろ四国勢、4番の蓮井、8番谷ヒューまで並んでいきまして、西日本ラインは初手7番手以降の後方位置、一列棒状となりました。2周回目、1コーナーから2コーナーとゆっくり向かっていきます。5番の吹沢正攻法、日予選積極的にかけました。追っていくのは7番の3日目遠征ラインで吹沢にマーク、人気に応えますでしょうか。3番の佐藤がさらに続いていきまして、5番7番3番は東の遠征ライン、9番の横関は初手4番手です。昨日は北日本ラインの因果なし許してしまうも結果3着確定版でありました。その後ろでありますが、横関と同期の山口が西浦と折り合う形で916の並び順の中部ラインです。青番周回に入ります。2番の林大吾が初手は後ろ攻め7番手、連日の積極サークレースを作っております。4番の蓮井がマーク、二次予選は難しい番組でありました。8番の谷が点数順で蓮井と折り合ったようで3番手固めに回っています。バック線から3コーナーへと向かっていきます。5番の沖沢正攻法、9番の横関は初手中段位置の4番手、7番手後ろ攻め2番の林が2センターから4コーナーかけまして外車を進める。さあ中部勢どう出るか、少し牽制を見せつつ、さあ中部ラインも上がる素振りを見せたんですが、2番の林に対して5番の沖沢は突っ張る素振りを見せて車を引きまして西ラインを送り出しました。2番林先頭、5番の沖沢が4番手を確保し、9番の横関は7番手と位置入れ替わっています。2コーナーからバックです。先頭を流して鐘を聞いて2番の林大吾、5番の沖沢幸太郎、さあ4番手から仕掛けるか、3コーナーから4コーナーへと向けて、さあ外踏んでいく2番の林、合わせきるか、5番の吹沢がどうでしょうか、前に出ました。しっかり7番の小野が追っていくも、2番の林ここは自ら変化技へと出まして、7番の小野は3番手に降りてインコースは4番の蓮井ともつれる。2コーナーからバック、今度は9番の横関か、後方からまくって3コーナーは3番手の外までやってくる。さあ5番の吹沢一車の逃げ、ここに2番の林合わせていきまして追い込む7番の小野間選手、さあ中伸び狙うか、2番の林が先頭1着、2着どうか、7番の小野か。第5レース選抜戦、7番の林大吾、5番の吹沢角ともがきながら吹沢が前に出て、小野がそこを追い上げてきたところをうまく横の動きで合わせました。さらに道中もう一度横の動き変化技も見せていきまして、最終的には2番の林が先着しております。2着7番の小野正義、3着どうか、内は5番の浮沢、外は3番の佐藤、3着争いは5番車と3番車で接戦です。